蛇行するコロラド川はところどころに砂浜を作ります。この砂は上流から流れてくるものや削られた峡谷そのもので、現在もとどまることはなく砂は増えています。植物が自生する場所も提供するこの砂浜はダムによってできたもので、かつては存在していませんでした。春の雪解け水はコロラド川に激流をもたらしました。激流は砂浜を洗い流し、やがては穏やかな流れに戻ります。激流によって流されてきた沈殿物は植物の栄養や川魚の餌になったりしました。しかし川の要所にダムができたため、川の環境が変わり生態系も変わりました。環境が変わると在来の川魚のうちいくつかの種類はコロラド川から姿を消してしまいました。以前はその環境によって繁殖を許されなかった外来種の植物が勢いを増し、在来種を脅かすようにもなりました。グランドキャニオン国立公園には1500種類以上の植物におよそ350種の鳥類、哺乳類がおよそ90種生息しています。トレイルコースを歩くと鹿や羊、ノウサギといった野生動物に遭遇することもあります。1893年、アメリカ政府によってグランドキャニオンに自然保護区が設立されました。そして1908年にセオドア・ルーズベルトによって国定公園へ、11年後の1919年には国立公園として指定されました。現在も保護活動は続けられていますが、年間500万人の訪問者がこの地を訪れることによって保護活動は難航しています。アメリカ合衆国第32代大統領フランクリン・ルーズベルトは1933年に民間植林治水隊 CCC を設立しました。 CCC は失業者の救済と国有林や国立公園などの自然資源を保護することを目的にしたものです。CCC はいくつかの連邦機関が共同して成功に導かれました。労働省は地方の福祉機関と連携し、最も職を必要とする人を選定しました。陸軍省は人を輸送し、彼らの賃金や食料を管理しました。農務省はプロジェクトとして少年部門を監督しました。こうして成功した CCC はフランクリン・ルーズベルト時代において最も評判の良い政策になりました。 CCC はグランドキャニオンに道を舗装してトレイルコースを作り、緊急事態に避難する施設も建てました。電線や電話回線も長い距離を通しました。峡谷を横断する電話回線は1935年に接続し、
南北との連絡を可能にしました。ブライトエンジェルトレイルを歩く訪問者は、この時に建てられたオリジナルの休憩所を使います。広大なグランドキャニオンのさまざまなポイントにアクセスできるようになったのは、こうした CCC の活躍があったのです。そして CCC は米国中の自然保護区で活躍し、1942年に役目を終えて解散しました。1992年、訪問客増加によるグランドキャニオンの環境被害を懸念したアメリカ政府は、新たに保護法を承認しました。そして、ダムがグランドキャニオンの生態系に与える影響を調査する環境影響評価報告書の提出が開拓局に求められました。こうして現在もグランドキャニオンの保護活動は絶え間なく行われています。グランドキャニオンでは昼夜と峡谷の高低差によってさまざまな気象状況を経験できます。峡谷の底辺のコロラド川近くでは湿度と気温が高く、標高が高い崖の上では空気は乾燥し涼しい風が吹き渡ります。一年で最も気温が上昇する夏季では、至る所でたくさんの爬虫類に出会うことができます。グランドキャニオン国立公園にはいくつかの歴史的建造物があり、その代表的なものが1932年に建設されたウォッチタワーです。この塔は遥か昔にアメリカインディアンが見張り台として建てていたものが参考にされました。高さは21メートルでサウスリムでは最も高い場所を作ります。この盛り上がった舞台のような大地は炎の神ウルカヌスと呼ばれており、地質学で第4期と呼ばれるおよそ250万年前から現在までの間に形成されました。公園内にはおよそ200種の樹木と灌木が繁茂しています。多くの種は峡谷の南北で比較的高い場所に分布しています。樹木はコロラドモミ、マスカのエンゲルマンスプルースやブルースプルースなどの品種が多く見られます。灌木はメギ科のクリーピングバーベリー、バラ科のチョークベリーやオプンティアと呼ばれるサボテンなどが見られます。草花はおよそ650種に及び、アメリカ朝鮮朝顔イブニングプリムローズに代表されます。
ノースリムから北東へ100キロほど行くと、コロラド川に架かる2本の橋にたどり着きます。1927年に架けられた254メートルの橋と、1994年に架けられた277メートルの橋が並びます。この場所は人里からも離れていたため、最初に架けられた橋の工事は難航したと言われています。橋はアリゾナの議会によってナバホブリッジと名付けられました。2本目の橋は車専用の橋として架けられたため、1本目の橋は歩行者用になりました。ひとたびグランドキャニオンから離れると、風景は荒涼とした砂漠地帯が広がります。この環境に適応した低木の植物が物悲しさ漂う砂漠の景色をより一層際立てています。ユタ州とアリゾナ州の境界に位置するモニュメントバレーには、高さ120メートルから300メートルにそびえる大きな岩山があります。人類が誕生するよりもはるか昔、この場所は広大な盆地でした。まるで人が作ったオブジェのような岩山は、何億年にもわたる風化や浸食によって形成されたと言われています。かつては西部劇の撮影地として使われたこともあり、荒野の雰囲気が漂います。この一帯はナバホ族が管理し、ガイドツアーも行われています。ナバホ族のガイドによるこの地に伝わる神話を聞きながら、険しい道を行きます。モニュメントバレーより北にはアーチーズ国立公園があります。ここでは自然の風化が作り出した数々のアーチを目にすることができます。崖の薄い場所に開けられた穴は、長い年月をかけてうがたれ、今も徐々に広げられています。冬の雨の凍結と融解、雪や強風がわずかな隙間を作り出し、そこから徐々に穴は大きくなっていきます。この一帯には他に類を見ない1700ものアーチがあります。この地を管理するナバホ族は、北アメリカのアメリカインディアンで最も多い20万人近い人口を誇ります。彼らはこの一見不毛に見える土地で長きにわたり生活してきました。彼らは自然を開拓するのではなく、命の源として尊重し、共存を願うことによってこの険しい環境にも適応しました。こういった思想は現在の環境保護の流れを受けて世界中で見直されています。
グランドキャニオンの日没は日の出と並び、この地に訪れる人を魅了しています。太陽の位置が徐々に降りてくると、峡谷は赤く染まり、影が深く刻まれます。峡谷の底は闇に染まり、昼間とは全く別の姿を見せます。この時間になると人々は足を止め、空を見上げます。会話も次第に減り、静寂の中で太陽が落ちるのを見守ります。この地で体験する日没は、大自然への畏怖や感謝の気持ちを人々に感じさせてくれます。1979年に世界遺産に登録されたグランドキャニオンは、地球に歴史があったことを証明する巨大な遺産です。そして歴史は今も刻まれ、未来へと語り継がれていくのです。